According to the Lions Club website, the organization began in 1917 with a 38-year-old Chicago businessman named Melvin Jones, who once asked his distinguished colleagues like this: What if these men were successful because of their drive, intelligence, and ambition, were to put their talents to work improving their communities? While there is no direct link between the Lions and the Masons, they are certainly on a very chummy basis, as evidenced in this speech, delivered in 2004 to a Lions Club by a Mason named James F. Kirk White. The topic of the talk was sharing Freemasonry within your community. As Kirk White explains, Masons are welcome in Lions Clubs and vice versa. That Masons recruit from fraternal organizations such as the Lions, Rotary, Kiwanis, etc. is also well known. I have seen some statements claiming that these clubs are actually part of the Mason network, sort of like front groups, but I have yet to find any credible evidence to support these claims. Isn't there really any links between these clubs with Freemason? Yes, of course, there is. There is much stronger links. Here is its evidence that shows the links between them. ライオンズクラブのウェブサイトによれば、ライオンズクラブはメルヴィン・ジョーンズという名前の38歳のシカゴの男性によって創立されたということになっています。実行力があり、知的で野心的な人で成功者であるなら、その力をまとめれば、その才能をグループを通してさらに発展させることができるのではないかと。そうして始まったライオンズクラブは現在の今世界最大のクラブ組織となり、その会員は191カ国4万6千クラブ135万人にもなっています。ライオンズクラブとフリーメイソンの間には直接的な関係は全くないと言われていますが、2004年にメイソンのメンバーのジェームズ・ F ・カール・ホワイトは、あなたの仲間にフリーメイソンを共有しようと題してスピーチの中で次のように述べています。カール・ホワイトが言うには、フリーメイソンのメンバーはライオンズクラブでは歓迎されるし、反対にフリーメイソンではライオンズクラブのメンバーは歓迎されると。メイソンはライオンズクラブやロータリークラブ、あるいはキワニスなどの友好的な団体からのメンバーを起用している。またこれらのクラブの中には実際にメイソンの、つまりはその外部組織としてネットワークの一部であると主張している人たちがいるが、実際にはそうした主張を裏付ける証拠は何もない。ただライオンズクラブの創始者のメルヴィン・ジョーンズも、続いて紹介するロータリークラブの創始者のポール・ F ・ハリスもフリーメイソンのメンバーであったことは事実である。繰り返します。ただライオンズクラブの創始者のメルヴィン・ジョーンズも、続いて紹介するロータリークラブの創始者のポール・ F ・ハリスもフリーメイソンのメンバーであったことは事実である。これらのクラブとフリーメイソンは関係がないのでしょうか。がもちろんあります。関係以上の関係です。広し林、ハーママスリージャパン。
1905年、アメリカのシカゴでポール・P・ハリスという人物によってロータリークラブが創立されます。そして同じシカゴで1917年、ちょうど100年前にメルヴィン・ジョーンズがライオンズクラブを創立します。ここで重要なことは、ポール・P・ハリスもメルヴィン・ジョーンズもフリーメイソンのメンバーであったということです。そしてロータリークラブとライオンズクラブは同じシカゴで産声を上げています。左が1905年にロータリークラブを立ち上げたポール・P・ハリスです。そして右が1917年にライオンズクラブを立ち上げたメルヴィン・ジョーンズです。で、先ほども説明しましたように、ロータリークラブにせよライオンズクラブにせよ、フリーメイソンとは直接的な関係はない、あるいはその証拠はないということになっています。で、検証してみます。まずロータリークラブから検証してみます。歯車の形をかたどった紋章を使っています。24枚の歯車、そして6本のスポークを使った紋章です。この歯車に4本ごとに点をつけてみます。そして線でつないでみると、それはそのまま六芒星、つまりダビデの星の形になります。言うまでもなく、ダビデの星とユダヤ人との間には深い関係がありますが、それだけではありません。もう一度ロータリークラブの紋章を注意深くご覧になってください。色に注意してください。黄金色と青が基調になっています。黄金色と青です。黄金色と青の組み合わせはユダヤ人にとっては聖なる色と言われています。黄金色と青はユダヤの聖なる色である。その2色を使って、古来よりユダヤ人は修道教会、寺院、メイソンロッジの屋根を装飾しているとあります。黄金色と青に注意してください。そしてダビデの星も黄金色と青で装飾されています。そのロータリークラブはフリーメイソンとも大変深い関係にあります。これはアメリカの切手です。8セント切手ですけども、右下にロータリークラブの紋章、そして左にはトーチが描かれています。言うまでもなく自由の像のトーチということになります。つまりこのような形でロータリークラブと自由の像イコールフリーメイソンとは深くつながっているということです。左が自由の像です。トーチを掲げています。自由の像はアメリカが独立したときに、フランスのフリーメイソンからアメリカのフリーメイソンに送られて建てられたものです。このようにフリーメイソンと自由の像、そして切手を介して自由の像とロータリークラブは深くつながっているということになります。つまり関係がないとはとても言えないということになるのではないでしょうか。ではライオンズクラブはどうでしょうか。ライオンズクラブ創始者はメルヴィン・ジョーンズということになっています。なぜライオンなのでしょうか。が、その答えは簡単に見つかりました。ライオンといえばセント・ジェローム、セント・ジェロームといえばライオンということになります。これは
レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームの絵ですけども、右下に注意してください。そこにはライオンが描かれています。つまりライオンとセント・ジェローム、つまり1500年後のイエスとは切っても切れない関係にあるということです。セント・ジェロームとライオンです。私、林浩司はライオンズクラブを創設したメルヴィン・ジョーンズはこの事実を知っていたと判断しています。そして自ら立ち上げた組織をライオンズクラブとしたと、つまりライオンズクラブのライオンは1500年後のイエスの友達という意味になります。こうしてロータリークラブとユダヤの関係、そしてライオンズクラブとイエス・キリストの関係がつながり、その先でフリーメイソンとつながり、さらにはイルミナティへとつながっていきます。では結論ということになります。これら2つのクラブはフリーメイソンと関係があるのかないのか、また関係というのはどういう意味なのか、その判断は皆さんにお任せします。左はロータリークラブを創立したポール・P・ハリスです。そして右はライオンズクラブを創立したメルヴィン・ジョーンズです。共にフリーメイソンのメンバーでした。そしてその上に位置するのがイルミナティということになります。イルミナティに入会するためにはまずフリーメイソンに入会しなければなりません。そういう意味でイルミナティはフリーメイソンの上位団体であると私、林浩司は判断しています。こうして4つの組織が1つの輪でつながっています。葛飾北斎 Again 葛飾北斎 October 1760 to May 1849 known simply as 北斎 Again 北斎 was a Japanese artist, 浮世絵 painter and printmaker of the Edo periodBorn in Edo, now Tokyo, Hokusai is best known as author of the woodblock print series 36 Views of Mount Fuji, which includes the internationally iconic print, The Great Wave of Kanagawa.葛飾北斎はラピスラズリ、つまりユダヤの神聖な青を使っていると外国では広く指摘されています。葛飾北斎の浮世絵です。右上はこれは絵絵画ですが、ともかくも葛飾北斎はラピスラズリを使っていたということでしょうか。まずその動画をご覧になってください。広し林ハメメツシティジャパン。
話を先に進める前にですね、アオンさんという方からこんなコメントが届いています。そのコメントをそのまま紹介させていただきます。2021年6月9日、いつも配信楽しみに拝見しています。ありがとうございます。私は日本画を描いていますが、北斎だけがこの青を使っていたのではなく、広重も風景画に多用していて、ヨーロッパでジャパンブルーとして喜ばれていたと記憶していました。そこでこの青が色あせていないので、植物系ではなく鉱物系だと思い調べましたら、ベロアイと言われて、18世紀ドイツで赤の染料を作る工程でいつもと違うアルカリ分を使ったため、偶然に美しいプルシアンブルーができたということです。鉄が主成分です。ベルリンでできたのでベロアイと言われそうで、1830年には浮世絵、絵馬、絵草紙などに多用されていたようです。その時のベロアイは値段が急落して、浮世絵などは中国製の安いベロアイを使っていたとか、また木版画は分業で摺師が青を使ったので、原画を描いた北斎は墨で絵を描き、木版を作る職人、摺る職人と別々だったと思います。ですのでこのジャパンブルーは時代の印刷技術の中で偶然ドイツで発見、それが日本へという、つまりは時代の産物だと思うのですが、書き忘れましたが、ユダヤ系の人が愛する青の色は石のラピスラズリから作った青だと、石の成分の青は変色しません。そしてその上に乗せる金彩の金も変色しない、つまりは変わらない色と言えるのでは。江戸時代の日本画家若冲はこの青を使っていますが、大変高価だったので多用は無理で、安価なベロアイは当時の絵描きにとって待望の青だったかもしれません。ラピスラズリの青より透明感がありますね。でも天然の石の成分に比べたら堅牢度は弱いと思いますが、染料ということで太陽の光に弱いと思います。なお染めの青は植物のタデ科の藍を立てて、つまり発酵して空気中で酸化させて発色させた藍染めかと思います。藍染めは和紙全体を染めたりはできますが、絵の具のように自由に色を使うのは無理なので、江戸時代藍染めを使った絵画は近年分かったことです。林派の光琳の紅白梅図絵の銀箔の下地に藍染めが使われていたとか、銀箔は酸化して黒くなるので、それを見越して藍染めを施したのか、日本の藍染めはこれもジャパンブルーとして人気があります。アオンより。アオンさん、どうも大変専門的な情報ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。話を戻します。What was color to the ancient people? The color fades and disappears over a long time. The only thing left was a
light and dark in shape. Therefore, when we look at the world of the far, far distant past, we cannot know it from the remains and relics that remain today. What colors were ancient people using? What color of clothes did they wear? And what did color mean to the ancient people? Only what I can say here, however, is that the colors of the ancient people were so important that we cannot know them in the present age. Especially the colors as a symbol of authority had an important meaning in ancient times. Some of them are colors, flake white and lapis lazuli for pharaohs of ancient Egypt. Tyrian purple is also one of them for Babylonians. It has been a color of authorities for kings and queens of long time. 古代の人たちにとって色とは何であったのか。長い年月の中で色は汗、やがて消える。残ったのはその明暗だけ。それゆえに遠い過去の世界を見やるに、現在に残る遺跡や遺物だけからはそれを知ることができません。古代の人たちはどんな色を使っていたのか、どんな色の衣服を身にまとっていたのか、古代の人たちにとって色にはどんな意味があったのか。ただ私がここで言えることは、古代の人たちにとっては現代の私たちが知るよしもないほど色には重要な意味があったということだけ。特に権威の象徴としての色には重要な意味がありました。例えばエジプトのファラオたちは上品な白のフレークホワイト、透き通るような青い青のラピスラズリを権威の象徴として使っていました。バビロニアでは権威の象徴として使われていたチリアン紫というのもありました。ある種の貝から抽出される極めて高価な色であったとされています。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。では最初からもう一度画面を見ながら説明します。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる最後の晩餐の絵です。でこの絵についてですね、時々情報を送ってくださいますゲイリー・タッカーさんという方からこんなコメントが入っています。つまりこの最後の晩餐の絵の中には4人の人物がですね、チリアン紫と呼ばれている色の衣服を着ているというのです。つまりこの4人の人物は中心にいるイエスも含めてフェニキア人ではないかというのです。で調べてみました。今白い枠で囲ったのが紫っぽいということですね。でこの絵もまた修復されていまして微妙に色が違いますから元の絵で検証してみます。でチリアン紫というのはですね、貝、ある特殊の貝から抽出された、まあ、非常に、まあ、少ないと言いますか高価な色ということになっています。つまり、まあ、つまりは王の色ということになるわけですね。で今その色を皆さんに下でご覧いただいています。赤紫と言いますか、この中心下の紫はやや明るいですね。実際のチリニアン紫として紹介されているのは右上の色です。つまりこの4人の人物はチリアン紫を身につけているのではないかというんですよね。となりますと同時にじゃあ青はどうかということになりますけれども、青はですねこれはラビスラズリと呼ばれている青と私は判断しています。もともとはですねエジプトの王ファラオの色であったというふうに言われています。宝石の色なんですね。でその青についてですね、右下のある方はですねこのようなブログを発表なさっておられます。ラピスラズリの青ですね、大変まあ上品で高貴な色ということになっています。で面白いのはですね、日本の北斎の北斎ですねの描いた絵の中にはその
ラピスラズリが大変多く用いられているというんで、いうのですね。で、私この論文読んで、そんなことを知らなかったなんてね、思いました。で、話を元に戻しますとね、要するに古代の神々は、まあ、威厳のある気品のある権威に満ちた色を使っていたということなんですね。その中の一つがシリアン紫ということになります。他にもよく知られた色としてはフレークホワイトです、上品な白ですね。それから先ほど言いましたラピスラズリの色もあります。明るいって言いますかね、紺色の青ということになります。で、ダヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の成分の中のマリアもですね、どうやらその色をの服を身につけていたのではないかと考えています。一般にはマリンブルーと言われています。まあ、マリアが好んだ青ということになりますが、もともとは左下のような、つまりはラピスラズリではなかったかと私は考えています。ともかくも色というのはですね、長い年月を経るとですね、色褪せ、そしてその色そのものが消えていきます。つまり検証するといってもですね、大変まあ難しい世界ではないかと思いますが、しかしこのような形でですね、その短所をつかむことができました。どうもゲイリー・タッカーさん、ありがとうございました。で、その中のラピス・ラズリ、つまり透き通るような深い濃紺ですよね。まあ、それについて補足しておきたいと思います。これは皆さんご存知のロータリークラブの紋章です。まあ、古来よりユダヤの世界ではですね、このラピス・ラズリと黄金色ですねが基本的な、まあ、つまりはシンボル的な色になっています。で、まあ、ここではこのロータリークラブというのは基本的には六芒星を意識しているということを示しています。で、この色に注意していただきたいんですけども、まあ、いわゆるラピスラズルに黄金色ですね、それが使われているということですね。つまり黄金色とブルーカラーですね、これが、まあ、ロータリークラブの基本的な色イコールユダヤ教の基本的な色ということになります。ライオンズクラブも基本的には黄金色とブルーで構成されています。いわゆるラピスラズリで構成されているということですね。で、エルサレムの神殿もやはりラピスラズリとそれから黄金色で統一されています。左右に、まあ、濃紺の、まあ、ラピスラズリが表現されているということです。まあ、こうして見ていくとですね、つまりは、まあ、この色がですね、まあ、要するにユダヤ教の世界においては、あるいはユダヤ人の世界においては最も権威ある、重要な色、あるいは色使いということになります。で、この右下はですね、その流れがですね、現在のフリーメイソンに続いているということを、まあ、示唆している切手ということになります。ロータリークラブ発行の記念切手ですけれども、そこには自由のシンボルのである、の象徴である、松明、トーチが描かれています。言うまでもなく、アメリカの自由の像へとそれはつながっていますということですね。そしてそのロータリークラブが、先にできて、そして次にライオンズクラブが生まれます。そのライオンズクラブの方もやはり、ラピスラズリに黄金色が基本となって、現在のシンボルマーク、エンブレムが作られています。それについて説明した動画が次の動画です。According to the Lions Club website, the organization began in 1917 with a 38-year-old Chicago businessman named Melvin Jones, who once asked his distinguished colleagues like this: "What if these men were successful because of their drive, intelligence, and ambition?Were to put their talents to work improving their communities. While there is no direct link between the Lions and the Masons, they are certainly on a very chummy basis, as evidenced in this speech, delivered in 2004 to a Lions Club by a Mason named James F. Kirk White."
The topic of the talk was sharing Freemasonry within your community. As Kirk White explains, Masons are welcome in Lions Clubs and vice versa. That Masons recruit from fraternal organizations such as the Lions, Rotary, Kiwanis, etc. is also well known. I have seen some statements claiming that these clubs are actually part of the Mason network, sort of like front groups, but I have yet to find any credible evidence to support these claims. Isn't there really any links between these clubs with Freemason? Yes, of course, there is. There is much stronger links. Here is its evidence that shows the links between them. ライオンズクラブのウェブサイトによれば、ライオンズクラブはメルビン・ジョーンズという名前の38歳のシカゴの男性によって創立されたということになっています。実行力があり、知的で野心的な人で成功者であるなら、その力をまとめれば、その才能をグループを通してさらに発展させることができるのではないかと。そうして始まったライオンズクラブは現在の今世界最大のクラブ組織となり、その会員は191カ国4万6千クラブ135万人にもなっています。ライオンズクラブとフリーメイソンの間には直接的な関係は全くないと言われていますが、2004年にメイソンのメンバーのジェームズ・ F ・カール・ホワイトは、あなたの仲間にフリーメイソンを共有しようと題してスピーチの中で次のように述べています。カール・ホワイトが言うには、フリーメイソンのメンバーはライオンズクラブでは歓迎されるし、反対にフリーメイソンではライオンズクラブのメンバーは歓迎されると。メイソンはライオンズクラブやロータリークラブ、あるいはキワニスなどの友好的な団体からのメンバーを起用している。またこれらのクラブの中には実際にメイソンの、つまりはその外部組織としてネットワークの一部であると主張している人たちがいるが、実際にはそうした主張を裏付ける証拠は何もない。ただライオンズクラブの創始者のメルビン・ジョーンズも、続いて紹介するロータリークラブの創始者のポール・ F ・ハリスもフリーメイソンのメンバーであったことは事実である。繰り返します。ただライオンズクラブの創始者のメルビン・ジョーンズも、続いて紹介するロータリークラブの創始者のポール・ F ・ハリスもフリーメイソンのメンバーであったことは事実である。これらのクラブとフリーメイソンは関係がないのでしょうか。がもちろんあります。関係以上の関係です。広島市浜松市ジャパン。1905年、アメリカのシカゴでポール・ P ・ハリスという人物によってロータリークラブが創立されます。そして同じシカゴで1917年、ちょうど100年前にメルビン・ジョーンズがライオンズクラブを創立します。ここで重要なことは、ポール・ P ・ハリスもメルヴィン・ジョーンズもフリーメイソンのメンバーであったということです。そしてロータリークラブとライオンズクラブは同じシカゴで産声を上げています。左が1905年にロータリークラブを立ち上げたポール・ P ・ハリスです。そして
右が1917年にライオンズクラブを立ち上げたメルヴィン・ジョーンズです。で、先ほども説明しましたように、ロータリークラブにせよ、ライオンズクラブにせよ、フリーメイソンとは直接的な関係はない、あるいはその証拠はないということになっています。で、検証してみます。まずロータリークラブから検証してみます。歯車の形をかたどった紋章を使っています。24枚の歯車、そして6本のスポークを使った紋章です。この歯車に4本ごとに点をつけてみます。そして線でつないでみると、それはそのまま六芒星、つまりダビデの星の形になります。言うまでもなく、ダビデの星とユダヤ人との間には深い関係がありますが、それだけではありません。もう一度ロータリークラブの紋章を注意深くご覧になってください。色に注意してください。黄金色と青が基調になっています。黄金色と青です。黄金色と青の組み合わせはユダヤ人にとっては聖なる色と言われています。黄金色と青はユダヤの聖なる色である。その2色を使って、古来よりユダヤ人は修道教会、寺院、メイソンロッジの屋根を装飾しているとあります。黄金色と青に注意してください。そしてダビデの星も黄金色と青で装飾されています。そのロータリークラブはフリーメイソンとも大変深い関係にあります。これはアメリカの切手です。8セント切手ですけども、右下にロータリークラブの紋章、そして左にはトーチが描かれています。言うまでもなく、自由の像のトーチということになります。つまりこのような形でロータリークラブと自由の像イコールフリーメイソンとは深くつながっているということです。左が自由の像です。トーチを掲げています。自由の像はアメリカが独立したときに、フランスのフリーメイソンからアメリカのフリーメイソンに送られて建てられたものです。このようにフリーメイソンと自由の像、そして切手を介して自由の像とロータリークラブは深くつながっているということになります。つまり関係がないとはとても言えないということになるのではないでしょうか。ではライオンズクラブはどうでしょうか。ライオンズクラブ創始者はメルヴィン・ジョーンズということになっています。なぜライオンなのでしょうか。が、その答えは簡単に見つかりました。ライオンといえばセント・ジェローム、セント・ジェロームといえばライオンということになります。これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームの絵ですけども、右下に注意してください。そこにはライオンが描かれています。つまりライオンとセント・ジェローム、つまり1500年後のイエスとは切っても切れない関係にあるということです。セント・ジェロームとライオンです。私、林浩司はライオンズクラブを創設したメルヴィン・ジョーンズはこの事実を知っていたと判断しています。そして自ら立ち上げた組織をライオンズクラブとしたと。つまりライオンズクラブのライオンは1500年後のイエスの友達という意味になります。こうしてロータリークラブと
ユダヤの関係、そしてライオンズクラブとイエス・キリストの関係がつながり、その先でフリーメイソンとつながり、さらにはイルミナティへとつながっていきます。では結論ということになります。これら2つのクラブはフリーメイソンと関係があるのかないのか、また関係というのはどういう意味なのか、その判断は皆さんにお任せします。左はロータリークラブを創立したポール・P・ハリスです。そして右はライオンズクラブを創立したメルヴィン・ジョーンズです。共にフリーメイソンのメンバーでした。そしてその上に位置するのがイルミナティということになります。イルミナティに入会するためにはまずフリーメイソンに入会しなければなりません。そういう意味でイルミナティはフリーメイソンの上位団体であると私林博は判断しています。こうして4つの組織が1つの輪でつながっています。 Bye for now。According to the Illuminati official website, it reads as follows. The Illuminati is an elite organization of the world leaders, business authorities, and other influential members of this planet. Our collective unites influencers of the world in an unrestricted and private domain,free of political, religious, and geographical boundaries to further the prosperity of the human species as a whole. イルミナティの公式ホームページによれば、イルミナティというのは、この惑星における世界の指導者、ビジネス界、及び影響力のある人たちで構成されるエリート集団である。我々の組織、つまり共同体は、個人、政治、宗教、地域、国にとらわれることなく、全体として人類のさらなる繁栄を目指し、世界への影響力を一体化するものである。と、広林浜松シティ・ジャパン。アメリカの1ドル札の裏には、イルミナティのシンボルマークが印刷されています。Eye of Providence、 摂理の目と言われています。フリーメイソンとイルミナティの関係についてはよくわかりませんが、イルミナティに入会するためにはまずフリーメイソンに入会しなければならないということになっています。で、これがイルミナティの公式のホームページです。まあ、わかりやすく言えば、ここに書いてあるように、エリート集団であると。一般の私たちには関係のない組織ということになりますが、こうしたメンバーが、まあ私たち人間をですね、上からというか、裏から操っているということになるのではないでしょうか。こうした組織の構成図もですね、明らかになっています。で、これが、I am Providence、 摂理の目ということになります。で、最も古い摂理の目はですね、ウルで発掘されたプアビ女王のですね、遺骨とともにこんなゲーム版なるものが発掘されています。これはゲームボードということになってますけども、ゲームボードではありません。一般に20マスゲームと呼ばれています。これは神々のカレンダーです。で、この中に目が描かれています。私が知る限りと言いますか、私が今まで調べて発見した範囲においてはですね、これが最も古いイルミナティのシンボルマークということになります。このゲームボードなるものの
上にはですね、5種類の絵が描かれています。それを並べてみます。そうしますと、8、20、50、12、40という数字が浮かんできます。40というのは、言うまでもなく、延期の非数字です。申請数ですね。で、40イコール延期、すなわち、延期の息子のマルドゥク。ということになるわけですけども、この40が、一つの謎を解くヒントになりました。つまり延期、プロメテウス。人間を創造したプロメテウスということになります。で、こんなハンドバッグのようなものも見つかっています。上が、イナンナ・イシュタールの紋章です。下がというか、目がですね、40が延期の紋章ということになります。ここに目が初めて現れます。Eye of Providence ですね。もっと言えば、プロメテウスの目ということになります。そこで今度は、イルミナティの歴史について調べてみました。それは、シッチンの解読したクレイタブレットが大きな、まあヒントと言いますか、手がかりになりました。それを全文訳してみました。ここが重要ですから、皆さんにもじっくりと読んでいただきたいと思います。私が知る限り、イルミナティという言葉が歴史の中で初めて現れるのは、このクレイタブレットの中と思われます。少し長いですけども、まあ人間の歴史を知る上においてですね、大変重要な文章かと思いますので、まあよくお読みください。そのイルミナティのシンボルマークがバフォメットということになります。このバフォメットの由来、意味についてはいろいろなサイトが論じていますから、興味のある方はどうかそちらの方をご覧になってください。で、このバフォメットで注意していただきたいのがフィンガーサインです。指のサインですね。欧米では、まあ日本では馴染みがありませんけども、こうしたフィンガーサインで自分の感情を表現するということがよくなされています。で、
フィンガーサインですけども、これはジョージ・ワシントンの半裸体像であります。このジョージ・ワシントンとバフォメットの姿勢を比べてみてください。ジョージ・ワシントンは明らかにバフォメットの姿勢を真似ています。そして、ジョージ・ワシントンの右手を見ていただきたいと思いますが、写真が不鮮明なので分かりにくいんですけども、その指の形、すなわちフィンガーサインはバフォメットと同じかと思われます。人差し指が見えにくいので、それがどうなっているか分かりませんけども、まあ、ほぼ同じと私は判断しました。で、これがバフォメットです。もう一度、この指の形を注意深くご覧になってください。中指と薬指が折れ曲がっています。そして、アメリカの歴代の大統領たちも、ふと、まあ、なってますか、人目につかないところでこのようなフィンガーサインを出して見せています。大統領だけではありませんね。文化人、スポーツ選手、映画俳優、歌手、みんなその時々においてこうしたフィンガーサインを出して、そして私たちに何かを伝えようとしています。で、興味深いことに、ローマ法王もやはり時折そうしたフィンガーサインを出しているということです。もちろん、映画、アニメの中にも表現されています。ウォルト・ディズニーが自分の作品の中に、Eye of Providence をあちこちに表現しているということは、以前私が皆さんに紹介しました。他にも、いろいろな場面で、そうした、まあ、イルミナティのサインが、表現されています。つまり、アメリカという国はですね、フリーメイソン、そして、イルミナティの支配する国と考えても良いのではないでしょうか。あるいは、その背後でと言いますか、上でフリーメイソン、イルミナティが指導、支配しているというふうに考えることもできます。もちろんその影響は私たち日本及び日本人にも及んでいるものと思われます。まあ、つまり私たち日本人もですね、フリーメイソン、イルミナティとは、無縁の国、あるいは民族ではないということになるのではないでしょうか。で、結論ということになります。ダヴィンチなる画家が描いたとされる最後の晩餐の絵です。で、この絵についてですね、ゲイリー・タッカーさんは、この絵の中の人物4人がですね、バビロンのシリアン紫の衣服を身につけているのではないかということなんですね。で、もともとシリアン紫というのはですね、まあ、地中海を周辺のですね、いわゆる商人であったフェニキア人によって、まあ、発明され広がったという経緯もありますけれども、まあ、バビロンのいわゆる権威を象徴する色でもあったわけです。で、そのシリアン紫を4人が着ている、すなわちそのことからフェニキア人の流れを組む人たちではないかということになるわけですけども、まあ その前提としてですね、その色がですね、いまいち、まあ、はっきりしないわけですよね。赤紫もしくは赤に近いのかなというふうに思います。で、まあ、下にご覧いただいているのがチリアン紫と言われている、まあ、色ですけども、左の色が一番、まあ、なってますか、現代のチリアン紫に近いのではないかと考えています。あるいはその中央右のですね、商人たちが持っている、手にしているその布がですね、シリアン紫に近いのではないかと考えています。右下はですね、これは
ジュリアス・シーザーの行進の様子を描いたものだそうですけども、やはりまとっているのはですね、チリア紫であるというわけですけども、先ほども言いましたように色がいまいちねはっきりしない。言い換えるとですね、色そして音ですよね。この2つについては、まあ、こうした考古学の世界においては検証が大変難しいということですね。つまりその色がですね残っていない、あるいは音が残っていないということなんですね。その理由の第一ということになります。そしてその最後の晩餐の絵の中の人物はですね、あの青ですよね、いわゆるラピスラズリの色を、まあの服をも着ているとも考えられるということですね。つまりこの最後の晩餐の中に描かれている人物たちはですね、まあ、気品のある、まあ、落ち着いたといいますかね、権威のある、まあ、チリアン紫とラピスラズリの色の衣を身につけているということです。それ以上に私興味持ったのはですね、ある方の論文なんですけども、日本の浮世絵画家の北斎もですね、まあ、ラピスラズリの青を使っているのではないかということなんですね。まあ、こうした事実というのは、まあ、日本人なかなか気がつかないんですけどもね、外国の方に指摘されて、あ、そうだったのかと、まあ、いうふうにも考えることがあるということですね。で、まあ、最後に一言付け加えますと、ダヴィンチなる画家が書いたとされる岩窟の聖母、ルーブル版ですけどもね、の聖母もひょっとしたら、まあ、もともとは美しい青のラピスラズリの色の衣服を身にまとっていたのではないかとも考えられるということです。というのが、まあ、結論ということになります。バイ。葛飾北斎とユダヤのラピスラズリ、関係があるのかないのかが、もし私がここで関係があるのではないかというと、皆さんはこじつけだこじつけだというふうに考えます。
考えられるかもしれませんが、そう考えるのはちょっと待ってください。というのもですね、この日本では葛飾北斎イコール写楽、写楽イコール葛飾北斎と言われています。あくまでも言われているだけですけども、その説が有力的な説ということになっています。で、その写楽は人間には描けるはずもない、また彫刻できるはずもない浮世絵を残しています。つまり写楽の背後にはひょっとしたらということも考えられるわけです。その写楽と北斎、北斎と写楽の関係を考えるならばですね、北斎がユダヤのラピス・ラズリを多用していたと考えてもおかしくないのではないでしょうか、ということです。今の段階ではあくまでも私林博士の個人的な極めて空想的な仮説ということになりますが、その可能性もないのではないかというふうに今は考えています。では写楽とは何か、人間にとって写楽とは何か、どうか次の動画をご覧になってください。Social Consciousness Com website writes as follows. Our history is not what we think. Over the past few thousand years, we have warped our own history. Our versions of the past has been mistranslated, changed,altered and skewed to fit our understanding of reality and completely left our many things that we cannot explain. Today we are going to look at an alternate version of our history, a version that was recorded across many ancient tablets and artifacts throughout time, which have only recently been uncovered.Covered. 社会意識カムウェブサイトは次のように書いています。私たちの歴史は私たちが思っているようなものではないと、つまり私たちの歴史は過去数千年もの間ねじ曲げられてきたと。人間の歴史は現実に合わせるため誤訳され、変えられ、手が加えられ、ねじ曲げられてきた。そしてその結果、説明できないものをそのままにしてきた。私たちは今こそ、もう一方の側にある歴史に目を向けるべきではないのか。この30395では、画家たちの残した謎について考えて見ます。広志林、浜松シティ、ジャパン。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world.
Today's story is about a very mysterious artist, Sharaku. Wikipedia write as follows. Ukiyo-e, pictures of the floating world, is a genre of woodblock prints and paintings that flourished in Japan from the 17th through 19th centuries. It was aimed at the prosperous merchant class in the urbanizing Edo period, 1603 to 1867. Among the popular themes were depictions of beautiful women, kabuki actors, and small wrestlers, scenes from history and folk tales, travel scenes and landscapes, flora and fauna, and erotica. Toshusai Sharak, active 1794 to 1795, was a Japanese ukiyo-e print artist known for his portrait of kabuki actors and small wrestlers. Little is known of him besides the print he designed, neither his true name nor the dates of his birth and death are known. His active career as a woodblock artist spanned 10 months, his prolific work met disapproval, and his output came to an end as suddenly and mysteriously as it had begun. His work has since been recognized as some of the greatest in the ukiyo-e genre. 謎の浮世絵師。それが皆さんご存知の写楽です。いろいろな説がありますが、写楽がどこから来たのか、誰なのか、どこへ消えたのか、実際のところ誰も知りません。分かっていることは彼が10ヶ月の間に分かっているだけでも145枚余りの浮世絵を残したということです。1ヶ月に15枚、2日に1枚の割合です。今日は写楽をダヴィンチ方式で検証してみることにしました。一見して精緻な絵とわかりますが、どこまで精緻なのか検証してみました。が、驚きました。髪の毛などは1ミリの3分の1から2分の1の太さで描かれていることがわかりました。筆で描いた絵ではありません。版画です。つまり一度木版、つまり彫刻師がですね、版木にしてから印刷したものです。私も若い頃、浮世絵をあちこちで買い求めたことがあります。広重や歌丸を中心に買い集めました。が、版木というのは、100枚とか200枚とか印刷している間に、版木そのものが水水分を含んだり、乾燥したりして、伸びたり、縮んだりしていきます。つまり、印刷時に色や線にズレが生じていきます。浮世絵を買い求めるときには、このズレを見ながら買います。大きくずれているのは、つまりそれだけ価値のないものということになります。が、写楽の浮世絵にはそれがありません。どれも初版そのもののように、色と輪郭がしっかりと一致しています。これはあくまでも私の直感ですが、それを見たとき、私はこれは木版ではないのではないかと思いました。あるいはどうしてこうまで出来の良い、浮世絵だけが残っているかということにもなります。で、細部まで拡大して調べてみると、写楽の場合、先ほども言いましたように、髪の毛などは太さが1ミリの3分の1から2分の1くらいしかないことが分かりました。木版ですよ。手刷りですよ。手彫りですよ。相手は木ですよ。仮に彫ることができたとしても、インクを含ませた段階で折れるか、硬度を失ってしまいます。細ければ細いほどそうです。爪楊枝の先に水をつけ、それを軽く上から押さえてみてください。爪楊枝の先は、ふにゃふにゃと簡単に折れ曲がってしまいます。で、後で、豊国の描いた、描いた浮世絵と比較してみますが、精緻さという点では、豊国でも写楽にはかないません。ここではあくまでも疑惑ということにしておきますが、写楽の浮世絵は本当に木版画なのでしょうか？精緻というより精緻すぎます。検証している段階で疑惑が大きく膨らんできました。で、今日は数字に注意しながら私の動画をどうかご覧になってください。浮世絵を2分の1、4分の1、8分の1というように分割し、そしてそれぞれを拡大してみました。結果はご覧の通りですが、
中には微妙なムラまで表現したものもあります。汚れかもしれません。インクの付け方でそのようになったとも考えられますが、もしこれが版画による印刷であるとするなら、版画ではもやもやとした模様まで表現するのは不可能かと思われます。さらに、一本の髪の毛にしても、一本の線ではなく、線を書き足しながらつなげているのがわかります。またそれを版画という彫刻で表現してあるのです。謎が謎を呼びます。ここでは結論は出せませんが、写楽はダヴィンチ、レンブラント、さらにはブーグローと同じように、十分疑って見るべき画家ということになります。エイリアンたちは人間生活の中で活動するためには資金が必要でした。活動費です。そのため、絵画や彫刻を売って活動費を稼いでいたというのが私の仮説です。芸術家という職業はそのため最もうってつけの職業だったということになります。人間という、人間とですね、直接な接触を避けることができます。そういう意味で芸術家というのは、ここで言いますように格好の隠れ蓑だったということです。写楽がそうだったとは今の段階ではわかりませんが、先にも述べたように、十分疑ってみる価値はあります。最初は軽い気持ちで調べ始めたのですが、調べている過程で疑惑がどんどんと膨らんでいきました。この動画を通して、その疑惑を皆さんと共に共有できれば嬉しいです。で、今その髪の毛を見ていただいていますけども、こうした髪の毛がですね、写楽の版画には残されているということですね。この太さがですね、0.3 ミリから 0.4 ミリ、1ミリの半分以下なんですね。あるいはもっと細いかもしれません。そしてよく見ていただくとわかりますように、一本の線で書いてある。あるいは一本の線で彫刻して表現してあるのではなくてですね、途中途中で何本か書き足しながら先へ先へと伸びています。そして枝分かれしているところもあるんですよ。この幅にしても1ミリないのではないかと思います。そんなところにこんな彫刻がしてあるということですね。そして輪郭がですね、しっかりと、捉えられているということですね。色の、ずれはありません。で、こんなことが本当にこう彫刻刀を使って表現できるかどうかという問題なんですね。で、もう一度検証していますけども、さらに検証していますけども、これは別の絵なんですけども、カラーに、なってますか、かなりですね、解像度の高い、レゾリューションの高い、絵が、手に入りましたので、これを使って調べてみます。で、今、この黄色い枠、右上ですね、2分の1、そして4分の1というふうに、どん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 分割していきます。縦はですね、縦は 38.1、そして横が 22.9 という数字は分かっていますので、それを基準にして、こうして分割していくわけですね。大首絵と言われているものです。写楽は2種類の大きさの、版画を残していますけども、その中の大きい方ですね。で、こうして、どん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 分解して、これが32分の1になります。で、さらに分解していきますと、128分の1という、小さなものまで分解できるわけですね。で、この部分を拡大してみます。この辺が解像度の限界になるわけですけどもね、こうして拡大してみますと、線、横の線を見てください。128、この中央の四角、長方形が、3ミリかける 1.8 ミリなんですね。3ミリですよ、縦がね。そして横が 1.8 ミリですよね。2ミリないんですよね。そしてその横の線を見てくださいね。この幅がですね、見たところ、太く見ても 0.3 ミリですね。ひょっとしたら 0.2 ミリ前後かもしれません。いわゆる1ミリの5分の1ということです。こんな線がですね、綺麗にもなってますが、機械彫りしたかのように均等に並んでいるということですね。人間技ではないということです。そして先ほど見ましたように、こうしたムラがわかりますか？なんとなくムラが出てますね。これは、インクのつけた時にこういうムラを表現したのか、あるいはその汚れなのかわかりませんけども、汚れならばね、全体に広がっているはずですからね。すなわち、これは、版画で表現したということですよね。あり得るでしょうかということになるわけですね。もしこれが、意図的に版画で表現された汚れで、といいますか、村であるとするならばですね。で、豊国も精緻な、版画で知られていますけども、これも、この豊国と比較してみます。この耳の上の髪の毛ですね。そして同じように、どん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 分割していきます。で、
まあ、ただ、豊国はですね、先ほどの絵のような、まあ、高精細と言いますかね、ハイレゾリューションの、版画は、と言いますか、写真は手に入りませんでしたので、まあ、途中で、まあ、ややぼやけてきますけども、この部分ですね、中央の耳の上のあたりです。このあたりに髪の毛が、細い髪の毛が表現してあります。で、このあたりを、また、拡大していますが、まあ、この大きさが16分の1ということになりますね。全体の16分の1です。そして、さらに、まあ、今言ったこれが16分の1の大きさですね。で、これさらにこれがその2倍の、2倍とか4分の1の32分の1ということになるわけです。で、この大きさが32分の1なんですね。で、先ほどの、まあ、写楽の絵と、まあ、同じ縮図、32分の1の部分と、比較しています。右が写楽で左が豊国です。で、こうしてみますと、やはりこう、写楽の方が、なんて言いますかね、見た感じでも3、4倍は精緻なような気がしますね。ただ解像度の問題だけではなくてね、まあ、そんなところも注意して比較してみてください。まあ、写楽がいかに、まあ、精緻な、こうした線を、まあ、書き、そしてそれをですね、彫り師が彫ったということになるわけです。まあ、浮世絵というのはね、彫り師、摺り師といろんな、職業ジャンルで分かれてましてね、そしてそれぞれの人が、まあ、判をしていくというような形でですね、なんて言いますか、分業をしてたんですね。ですから、絵を描いたのは写楽。ということになるわけですけども、じゃあ掘ったのは誰かということになるわけですね。まあこうして彫刻刀を使って掘っていくわけです。そして先ほど見ましたように、この半木っていうのはですね、半木っていうのはですね、水を含むとすぐダメになってしまうんですね。ダメってことは膨らんだり縮んだりして、あるいは柔らかくなってしまったりして、あるいはこの爪楊枝でちょっと実験してみたんですけど、右をですね、ちょっと水につけてみました。で、ちょっとしばらく、そうですね、1、2分置いて、まあこうして見たんですけども、やはりふにゃふにゃになっちゃうんですね。ですから、半木として使っても、やはりそんなに、たくさんの枚数は捨てれなかったものと思います。まあ、これが版木、残っている版木ですけどもね、こうした版木で、まあ、皆さん考えてみますか、0.3 ミリから 0.4 ミリですね、の、まあ、髪の毛を表現することが可能かどうかということです。まあ、写楽の謎はますます深まってきたということですね。謎の画家、写楽。日本にもこんな画家がいたんですね。大変な驚きです。ということで、まあ、続くビデオをどうかご覧になってください。世界の中の日本ということで理解していただけるものと思います。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum, Mysteries and Wonders of the World. Today's story is about Raja Konde or Mona Lisa painted by Leonardo da Vinci in the Middle Ages.Before we say something about the portrait, we have to listen to ourselves, our own voices in our mind. Possible or not possible. Here is another fact I show you, a fact in which you know it is impossible for humans to paint such a portrait. It does not matter whether the painter is Leonardo or not. 超高解像度の写真が手に入りましたのでモナリザを再検証してみます。完璧ではありませんが、0.1 ミリの大きさまで判別できます。まず全体のサイズですが、高さは77センチです。が、こうした検証では、いつもやや大きめに見ながらサイズを計算します。高さを80センチとして計算し、まず10センチ台の正方形を切り出します。それを2等分、4等分、8等分、16等分し、最終的に 1.5 ミリ平方の正方形にまでします。1.5 ミリです。このあたりまで拡大しますと画像がぼやけてきますが、ここで注意したいことは、モナリザの現物はさらに精細に描かれているということです。あくまでも写真解像度の限界ということです。が、この解像度で見ても、一本のラインの太さが 0.5 ミリ以下ということになります。太めに見ても 0.5 ミリということです。実際には 0.3 ミリ前後かもしれません。1ミリの2分の1から3分の1です。ダヴィンチはそうした線を使い、チェーンのような模様を正確に描いています。しかもその線には光と影まで描き込んでいます。難しい話はさておき、つまり、ダヴィンチが描いたかどうかということを問題にする前に、こんな絵を描くことが可能かどうか、あなた自身の心に問うてみてください。あなた自身の心に問うてみることです。あなた自身の素直な心にです。なお、この次に、高度 200km から見た、まあ見て描いたと思われるダヴィンチの地図も紹介しておきます。
ミクロとマクロ。その地図はダヴィンチが描いたと言われていますが、まさに航空写真です。モナリザの絵をミクロの絵とするなら、地図はマクロの絵ということになります。ここに再検証版を紹介しておきますので、繰り返しになりますが、あなた自身の目と素直な心で判断してください。そしてその向こうに見える巨大な謎について考えてみてください。なぜか、なぜかとです。そうすればあなたも私が今こうして見ている世界と同じものをご覧になることができると思います。で、これがその地図なんですね。で、このフィレンツェを探すのにかなり苦労しました。まあ中心の山がですね、ヒントになりました。で、これを実際の、まあ、日本の地図と比較してみますと、大体まあ、東京タワーから富士山までの距離と一致するわけですね。まあ、それほど、まあ、広範囲な地図をですね、ダヴィンチはこうして正確に書き残したということです。これは、現物の地図ですね。そして、その川をですね、一本一本丁寧に拾い出して線を引いてみました。で、ここに緯度、経度を示しておきますので、皆さんご覧になってください。ここに川が二つに分かれてますね、ここで。で、まあ、ダヴィンチの地図にもそれが描き込まれています。上の方ですね。支流がありますね。で、左がこれがダヴィンチの絵です。右が実際の Google、いわゆるアース上における写真です。で、川の位置。ただ、ダヴィンチの絵はですね、真上から見て描いたのではなくて、斜め上方から描いたというふうに見られますね。で、こうして比べてみますと、右の方は真上から見た、写真です。で、やや全体に、横幅は同じなんですけども、縦幅が迫っている感じがします。そんなことを考慮に入れながら、どうか続くビデオをご覧ください。Possible or not possible という話です。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. The most beautiful thing in the world is mysterious.Mystery of a Map by Leonardo da Vinci. Who else created it? 皆さん、こんにちは。1208号の追記版です。もう一度、詳細に言ってみますか。ダヴィンチの絵を検証してみました。これがダヴィンチの書き残した地図ですね。これが実際の Google Earth 上の、地図です。まあ、地図というか、見た地球の姿ですね。で、この両者を比較してみますと、まあ、この矢印のところを見てください。同じ位置を、同じ、まあ、川がね、分かれているところ、形がはっきりしているところを線で繋いでみました。で、このように、プロポーションが全く同じなんですね。ということは、極めて正確に、ダヴィンチは、イタリア上空の地図を描いているわけです。まあ、今度は、色を落としてみましたが、で、こう、山が黒く、この場合はですね、平野部、この今、白黒判定しますから、平野部が黒く、山が白くなってますけども、山の形も非常に複雑に描き込んでますね。ただ黒く塗りつぶしてるだけじゃなくて。そして、まあ、こうして今度は上下に比べてみましても、やはり同じ割合で、書いてある。ただ、ダヴィンチの絵をやや斜めから見てるという感じで、遠くなればなるほど、幅が狭まっていくのがわかります。まあ、ダヴィンチの描いた山はですね、ただの黒つぶしの山ではないということですね。で、こうして反転してみますと、それがよくわかります。山がですね、非常に複雑な、まるで写真のように、写真ですよね、これは。のように浮かび上がってきます。上がイタリアです。下が日本です。同じ高さから見てみました。高度は、230キロから40キロです。いかにこの広範囲にわたってダヴィンチが正確に地図を描いていたかが、これで皆さんにも分かっていただけると思います。続くビデオは、1208号です。どうかお楽しみください。Thank you and bye. Hiroshi Hayashi will present you a video forum about the most mysterious lady named Raja Conde or Gioconda in Italian, painted by Leonardo.
Here in this video, I compare Raja Konde with another lady named the Ironworks Mona Lisa, which is said to be the one also painted by Leonardo, though it has been insufficiently examined yet. Through this comparison, I claim here in this video, both Raja Konde and the Ironworks Mona Lisa were created on 2D photograph technology because it is impossible. I say it here again, impossible.To create such paintings in the 16th century without the help of 2D, a sort of highly advanced photograph technology. まず、私たちがよく知っているダヴィンチのモナリザとアイルワースのモナリザと呼ばれている2枚の絵画を比較してみます。これら2枚のモナリザは極めて細部に至るまで同じであると同時に、例によって例のごとく、つまりダヴィンチの他の絵画でも見られるように、互いの間には時間差によるわずかな動きの変化が見られます。そのことをまず皆さん自身の目で確認してください。現在では科学万能主義というか、高度な機器を使った分析による証明でなければ、証明ではないと言われています。が、本当にそうでしょうか?私たちは私たち自身が持つ素直な目の方を大切にすべきではないのでしょうか。ということで、皆さんもご家庭で私と一緒に検証してみてください。現在ではこうした情報をですね、家庭でいながらにして集めることができます。またその情報をもとに、私たち自身の目と能力によって分析することができます。つまり、人間によってできることとできないことがあるということです。ダヴィンチが描いたとされるモナリザは明らかに人間によっては描けない、また描けるはずもない絵であることを証明します。証拠を添えてそれを証明します。が、それでもモナリザはダヴィンチが描いたものであるというのなら、このビデオの最後に紙と絵の具を用意して私がお見せするものを描いてみてください。あなたはきっとこう言うでしょう。できるはずがない。impossible と。つまりそれが答えということになります。つまり、ダヴィンチの描いたとされるモナリザは人間が手で描いたものではないということ。わかりやすく言えば、現在私たちが持っている 2D の写真技術とプリンターのようなものを使って描かれたものであるということです。合わせてアイルワースのモナリザについての結論も出しておきます。このモナリザも現在科学的分析なるものがなされているようですが、ダヴィンチの描いたとされるモナリザと比較してみれば一目瞭然。アイルワースのモナリザも明らかに人間によって描けない、描けるはずもない絵であることを証拠を添えて証明します。つまり2枚のモナリザはダヴィンチの作ということになります。画面では細部の検証を進めていますが、極めて細部に至るまで同じであると同時に、両者の間には先ほども言いましたように、時間差によるわずかな違いが、動きの違いがですね、見られるということです。そこに注意しながら、この両者を見比べてみてください。現在、この今、左がモナリザ、そして右がアイルワースのモナリザです。それでこう比較してみますとですね、頭の髪の毛の分かれ、際ですね、そこに注意してください。そこに頂点を取ってみますと、やや傾いてるの分かりますか?この分かれ目がですね、やや傾いてますね。ということは、ここまで同じに作りながら、髪の毛の分かれ、その際ですね、は違っているということです。そして、この向かって左側の、もみあげ分の髪の毛ですね。で、ここを見ますとですね、右の方が薄くなっている感じがしますね。で、左の方が濃くて、そして、光を当てた、光を薄くして、右の絵ができたというふうに考えられるわけです。しかし、基本的なパターンは同じですね。大きな太い線は同じです。細い線、細かい線は右の方では消えているということになります。こういうところが私はおかしいというわけですよね。全体の線は同じである。しかし右の方は、明度を上げたような感じで、描かれた絵であるということになるわけですね。で、白黒にしてみますとですね、この薄い、右の薄い、アイルワースのモナリザの髪の毛のね、細かい線が見えてきますね。色を元に戻してみますと、やや、なってますか、見えにくくなるということですね。上の丸の中の髪の毛なんか特にはっきり見えるわけですね。
色を落としてみますとね。そして、まあ、繰り返しになりますけども、大きな太い線は左の方と右の方も同じであると。で、まあ、私たちのプリンターの技術で言えば、明度を上げてプリントアウトしたということになるわけですね。今日はここに注意していただきたいんですけども、この、まあ、模様ですね。この飾りですけども、左がラジャコンデで、右が、アイルバースのモナリザの絵ですけども、基本的なパターンは同じだということですね。ただこの丸のところはね、幅が違うんですね。まあ、どうしてこういう違いが起きるのかなということも大きな謎ですけども、で、もう一度この部分を拡大してみますと、こうした模様がずっとこう描き込んであるわけです。で、よく見ますとですね、まあ、線がですね、丁寧に書いてあるといえば書いてあるんですけども、陰影がつけてあって、光もつけてありますね。で、そこに注意してください。で、こうしてみますと、左と、右と左同じですね。ということは、モナリザ、当世からアイルバースのモナリザの絵は、まあ同じであると。このように書かれて、まあそういうふうに考えていいわけですね。そして線がですね、上になったり下になったりというところも正確に表現してあるということですね。まあそこと、そういうところに注意してください。で、モナリザの大きさなんですけども、驚いてはいけませんね。77センチ。高さがね。53センチなんですね。で、どなたかのブログにも書いてありましたけども、現実に見られた方がですね、こんなに小さいとは思わなかったということを書いていらっしゃいました。実際小さいんですね、このモナリザの絵というのは。大きな絵に、まあ私もね、昔そう思ってましたけども。で、この黄色い四角がちょうど計算しますと、10センチ四角ということになります。で、拡大してみます。まあこのくらいだなということになるわけですね。まあ大雑把な計算ですけども。そして4等分しますと5センチ四角になり、さらに4等分しますと 2.5 センチ四角になるわけです。さらに4等分しますと 1.25 センチ四角ということになるわけですね。これあくまでも大雑把な計算ですね。さらに半分にしますと 6ミリ四角になりまして、さらに4等分しますと3ミリ四角ということになるわけですね。で、こうして計算してみますと、あくまでも大雑把な計算ですけども、1.2、この幅が 1.25 センチで、このラインの幅がですね、1.5 ミリということになりますね。このラインの幅が、黄色い幅が、これがだいたい 1.5 ミリ四角ということになるわけですね。ですから、まあ、この線の幅はですね、その半分ぐらいと見てですね、3分の1ぐらいですかね、立ててみるとね、幅が 0.5 ミリということになるんですね。1ミリの半分ということになるんですよ、皆さん。この線の幅が1ミリの半分ということなんですよ。1ミリというのをちょっと指で作ってみてください。そのまた半分の太さの線でこの絵が描き込んであるということですね。で、これが可能か、可能でないかといえばですね、不可能だと、あなたは思うでしょ？だから、冒頭で申し上げましたように、紙と絵の具、鉛筆でもいいんです、ペンでもいいです。1ミリの半分の線で、こうした絵を描いてみてください。それと同じように、ずっと同じように描いていくんですね。で、この袖のところ、ちょっと、ついでに検証してみますとですね、大きなラインは同じなんですね。比較してみてください。丁寧に同じに描いてありますね。いわゆるその袖の布のね、回り具合が同じように描いてあるということなんです。で、明度を上げてみますと、まあ、右の方の見えなかった線も見えてきますけども、こういった縦の線まで同じに書いてあるんですね、皆さん。わかりますか？こうして、まあ、縦の線も同じに書いてある。がですね、奇妙なことに、ここまで同じに書きながら、布の、なんて言いますかね、歪み方が違いますね。いわゆるここに、いわゆる時間差を置いた、まあ、データを取るときにですね、時間差を置いてデータを取った、そうした、まあ、違いというものが、まあ、ダヴィンチの、どの絵にも見られるんですけどもね、こうした違いが見られるということです。まあ、人間が手で描いたものではないということですよね。まあ、こういう結論を申し上げますと、もう一度ここに注目してください。これが今日のポイント、かつ結論ということになりますが、で、この幅がですね、1.25 センチですね。そしてこの計算しますと、この幅が 1.5 ミリ。1.5 ミリ。そしてこの線の幅が 0.5 ミリ前後ですね。まあ、大雑把な計算で申し訳ありませんけども。そしてこれで計算しますとですね、この幅が 1.5 ミリ、1.5 ミリですよ。1ミリと半分ですよ。そしてこの線の幅が、まあ、3分の1ということで計算しますと、幅が 0.5 ミリですね。いわゆるその縄模様の縄文の模様が 0.5 ミリです。ですから下の線はですね、模様はさらに細いということになりますね。注意してください。この幅が 0.5 ミリですからね、大雑把に計算して。ですから下の、いわゆるその針金ぐにゃぐにゃ回ったような線はですね、さらに細い線。まあ見た感じ 0.3 ミリ前後じゃないかと思います。1ミリの3分の1ですね。まあ 0.5 ミリでここで計算しますけども、0.5 ミリ以下ということになりますね。で、
まあ影と光も表現してあると。いわゆるこの 0.5 ミリの線のですね、上の方が白くなってますね。そしてその下のところの下のところが黒く影になってますね。こうした表現もしてあるということです。つまりこれを、まあ、人間が技かどうかということを考える前にですよ。ダヴィンチは天才であるかどうかということを言い切る前にですね、人間がこんなものを描けるはずはない。すなわちインポッシブル。もしできるとおっしゃるなら、あなた自身がそれを描いてみられたらよろしいんじゃないでしょうか。鉛筆じゃありませんよ。ペンじゃありませんよ。絵の具ですよ。で、もしあなたができないとおっしゃるならば、それがこのビデオの答えということになります。左がラジャコンデです。右がアイルワースのモナリザですね。で、この比較してみますとですね、同じように書いてあるということは、科学的な分析をする以前の問題としてね、私たちの素直な心で見れば、この両者は同じダヴィンチによって書かれた絵だということになります。どうも、今日はお聞きくださいまして、ありがとうございました。バイ。